偽物バズがやってきたは2011年にピクサーが制作したトイ・ストーリーシリーズの短編映画である。アメリカ合衆国ではザ・マ・ペッツと同時上映され、日本では2012年にメリダと恐ろしの森と同時上映された。トイ・ストーリーさんの全米公開から数週間後、本作の制作が決定した。また、DVD やブルーレイで販売されたり、 日本のディズニー公式動画サイト、公式 YouTube チャンネルに日本語吹き替え版がアップロードされている。ファーストフードのおまけのおもちゃたちの引きこもごも,もに、スポットライトを当てた短編である。バズライトイヤーとレックスは、ボニーとファーストフード店に行ったが、ボールプールで遊んでいると、本物のバズが、展示用のおまけのミニバズライトイヤーと入れ替わってしまい、ボニーのママが本物のバズを置いていってしまう。 一方、残された本物のバズは通気口から脱出を試みるが、捨てられたおもちゃたちの集会に巻き込まれてしまう。その頃、家に着いた偽物バズはボニーに遊ばれる時間を待ちわびていた。すると、ウッディやジェシーら、ボニーのおもちゃたちに偽物だとバレてしまい、捕まってしまう。その頃、本物のバズはおもちゃたちの遊ばれるシミュレーションに付き合わされていたが、 おもちゃたちとの話し合いの中で脱出する糸口を見つけ、チキンパレスのおまけ、ありがとうございます。